い、それでは今から面接を始めたいと思います、はい、まずはじめに簡単に自己紹介をお願いします。はい、受験番号 J の3052番、立命館慶尚高等学校から参りました田中さやかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、では、登校を志望した理由を聞かせください。はい、私は将来外交官として北方領土問題を解決することを志としています。私は現在ボーダーツーリズムを用いることによる領土問題の認知度向上や世論喚起について調べています。しかし私が現在考えているアイデアはあくまでも民間からのアプローチであり、本当の問題解決にはこれだけでは不十分であると考えました。私は問題解決をしていくためには国や行政など公による2つのアプローチが必要だと考えました。1つ目に国際法に基づいた現実的な解決策を日本側からロシアに提示していくこと、2つ目に問題解決後のことを考え、ロシア人と日本人が共生していく島のルール作りをしていくことです。慶応義塾大学には実際に法律やルール作りに携わってこられた先生方がいらっしゃるので、私が考えている島のルール作りというのに大きなヒントをいただけると考えました。また私が将来希望している日本とロシアの外交にはロシア語が必須となってくるので、基塾に設置されているインテンシブコースを受講しロシア語の力をつけたいと考えました。以上です。